はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、2週間前に比べてポケモンカード151の人気カードたちの価格はどのように変化しているのか調べてきたので、参考程度にご視聴していただけると嬉しいです。私事ですが、今年でチャンネル登録1000人目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はナナミの手助け SR です。2週間前の高値では1900円での取引がありました。現在の高値では1850円での取引がありました。2枚目は榊のカリスマ SAR です。2週間前の高値では3200円での取引がありました。現在の高値では約3300円での取引がありました。3枚目はサンダー EXSAR です。2週間前の高値では9500円での取引がありました。現在の高値では約8700円での取引がありました。4枚目はミュー EXUR です。2週間前の高値では4850円での取引がありました。現在の高値では4300円での取引がありました。5枚目はカメックス EXSAR です。2週間前の高値では5600円での取引がありました。現在の高値では約5700円での取引がありました。6枚目は不思議版 EXSAR です。2週間前の高値では約5200円での取引がありました。現在の高値では5500円での取引がありました。7枚目はリザードン EXSAR です。2週間前の高値では2万2000円での取引がありました。現在の高値では1万6000円での取引がありました。8枚目はミュー EXSAR です。2週間前の高値では2万2000円での取引がありました。現在の高値では約1万8900円での取引がありました。10枚目はエリカの正体 SR です。2週間前の高値では1万7500円での取引がありました。現在の高値では約1万9800円での取引がありました。最後はエリカの正体 SAR です。2週間前の高値では約3万4000円での取引がありました。現在の高値では約2万8000円での取引がありました。下落したカードもあれば価格を上げたカードもありましたね。しかし今からが受注生産分が来るため、より価格を下げると思います。私としてもサンダーや御三家はコレクションにしていきたいと思ってますので、我慢して待っていたいと思っております。今後ポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。